はい、皆さんこんばんは。ピアノ屋 .com の石山です。真夜中のピアノ屋 .com、 久しぶりの撮影です。今日は新たに購入しました、なんとかなんとか100というね、ソニーの 4K の新しいビデオカメラで、撮影しております。今現在のピアノ屋 .com のここは新倉庫というところですが、ここの現在の整備状況、そして今展示しているピアノの状況を見ていただきたいと思います。はい、まずですね、ちょっと展示ピアノを後にして、出荷前の状態のピアノ、まだ手を入れ始められてないかな。ここの2階にあるのは大橋の132の、これはワインレッドのタイプですね、のやつがあります。ここはこれも大橋ですね。これは製造番号が5149のやつですね。これもこれから手を入れる状態。そしてこれは、大橋ですが、これは猫足タイプの大橋ですね。シールのまだついてるやつ、これこれから手を入れる。これ全部大橋ですね、これ3台ともね。そしてこれは大正時代の、完全リニューアルしたですね、これはヤマハピアノですね。これこれからまだ手をちょっと、まあまあ一旦ね、全部できてるんですが、調律し直したりとか、もう一回手を入れてやります。これはミキですね、ミキのピアノですね。そして、ここにあるのが、これは何だったっけな、シュベスターのナンバー50ですね。これもこれから手を入れる状態。マイスター、これもこれから手を入れる状態。2階にあるのは今これだけですね。これも全部下に下ろしてこれから手を入れていきます。そして今現在の在庫の状態ですね、これ結構興味持ってる方いらっしゃいますね。このまず見たことないようなヤマハのアンティークピアノね、昭和、ね、の20年代だったかなのものだと思いますが、これ、まあ、どこまで修理するかによりますがね、これがあります。そしてヤマハのこれは U3A ですね。 U3A がありますね。はい、シュベスターのナンバー、これは51かな。めっちゃええ音のするピアノですね、これめっちゃええ音で、これが UX だったかな、UX ですね、 UX ですね。これは当時の名機ですね。そして、ここにあるのが、これはワインバーグというピアノで、これは商談中ですが、これはコーラン&キャンベル、これ好きです、このピアノ。めっちゃいいピアノですね。音もいいですしね、コーラン&、もうデザインも素敵ですしね。そしてシュベスターのこれは54号バリバリなるピアノですね、これね、54号。そしてこれは U1 の U1 の H やったかな、 H やったかな、U10A ですね、U10A、これ A の入ってきましたね。そしてエンペラーですね、エンペラー、この間中学3年生の子がね、弾いて、巡り合い弾いてくれましたけどね、ちょっと音ずれてますが。そして新品のディアプサン DR86、はい、これはもう最後の、日本国内にある、おそらく最後の旧モデルになりますね、新品ですよ。そして、アポロの、これは A300、50だったかな、色の綺麗な、ちょっと外装に難があるのでね、その分お安くというやつですね、ちょっとひび割れしてます。そしてこれ今ちょっと整備中ですが、メルヘンの MS600、 うちねメルヘン好きなんですよ、可愛いの別ブランドなんですが、ちょっと高級化し、志向なんですが、あまり知られてないというね。猫足のこのタイプって今新品で買えばおそらく150万ぐらいするピアノですね、これが手軽にですね、もう3分の1ぐらいの値段で中古で買えるってね、もう手を入れたら全然問題なく弾けるピアノですよ。そして、下の階に行ってみましょう。下は今整備中のピアノですね。どこまで進んでるのかな。はい、ここにあるのが、これはリメイクだったかな、河合のリメイクですね、 US50 ですね。そして、これはヤマハの U1 の古いやつ、これもリメイクだったと思います。そしてディアパソン、これは、CE やったかな、AE か、 132AE ですね。これ今整備中です。そしてここにあるのが、整備が終わってんのかな、これはね、見えない見えない、 BL の61の赤いやつ、赤いやつね、もうこれ、セットしてあることは完成してるということですね。そして、これは小ユニットって書いてある、これ何や、よいしょ、U2、 ヤマハの U2 ですね。そしてこれが、アポロだったかアトラスだったかな、アトラスの木目のね、今これ手を入れてるところです。これは U1 ですね、木目の U1 ですね。だいぶ古いやつですが、ご希望、お客さんのご希望でナイトーンを今取り付けしてるところですね。そして、これは W106 の B ですね。
して、これがシベスタの52号、今手を入れています。はい、これが出荷待ちのピアノです。そして今これ外装を外して今磨き始めた、よう光ってますね、ピッカピカです。これ、ヤマハの W106 ですね。で、これは 106BB ですね。 BB の今ここにこういうふうにして、塗装を吹き付けるのにね、他につかないように養生してあるというねことですね。はい、これも今修理中です。そして、これは何かな、バーンスタインですね。めっちゃ綺麗な色のバーンスタインですね。今ここで手を入れてるところですね。そして、これはアクション、これも売約済みの ESQX。 そして、これがなんだこれですね、 DN の38、あ、これ昨日届いたやつや。買い取りしてまだネットに出てません。めちゃ新しいディアパソンですこれ。ちょっと後で撮影しようね。届いたばっかりのディアパソンのめちゃ新しいやつですね。中型のね、DN です。はい、これだけ今整備中のピアノがあります。今日は新しいビデオカメラで、手ぶれの少ない状態でね、撮影しておりますが、いかがでしょうか。今真夜中のドットコムということ、これズームどうやってやるのかな、これかな。今何時、10時ですね。まだ真夜中じゃないですけどね、今こうやって手を入れております。もう長々と、おしゃべりにお付き合いいただいてありがとうございました。これからうちの在庫の中でピアノ見に行きたいなとか、整備中のピアノね、うちでピアノ買ったけどまだ届かへんのかいなって、どこまでやってんねんってね思ってるかもしれませんが、もう本当に今スタッフ総出で頑張って手を入れていってますから、お届けまでもうしばらくお待ちくださいね。楽しみにお待ちください。夢を売る仕事、ピアノの仕事って私はいつも思いますが、夢を売る仕事だと思ってますね。本当に、まあ、衣食住以外に必要のないものかもしれませんが、やはり音楽というのは必要です。どんなに無人島に流されてもやっぱり人間というのは歌を歌いたくなるし、物を叩いてリズムを取りたくなるという、人間が本来持っている必要なものです。音楽というのはね、必ず必要なものです。まあ、その中でこの楽器というものを使って、奏でていただくことで人生を豊かにしましょうと、ね、生きていくのに必要なように思えて、実はとっても必要な大切なものと私は思っています。そのピアノの仕事に関わられて私はとっても幸せだと思いますよ。皆様も人生、期限があります。その期限の中でどれだけ自分の人生を豊かにしていくか、楽しませていくかね、という意味でもピアノ買ってください。で、デジタルピアノでもいいですけどね、いいですが、本物のピアノは音が違いますよ、心に響きますよ。ということで、あまり説教しても飽きませんから、ここで終わってきます。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。